悲しいことも楽しいことも痛さも気持ちよさもこれからは全部分け与えて、坊やのことずっとずっとずっと包んであげるわよ。これがあんたの答え？どうしようかな。鈍感な指揮官様、もう何にも本気にならない昔の私じゃないのよ。私を変えたのは誰なのか忘れたのかしら。これが指揮官が認めてくれた証。わかりました。ニーミはこれからも指揮官のそばにいて、正しく楽しく生きていくように努力します。これは、絆の力。夢のように、いつしか覚めてしまうかもしれなくて、怖くて。うん。大丈夫。イーシェン、これからもずっとおそばにいます。ふふん、そろそろ渡してくるかと思った。これから何でも教えて、ちゃんと世話焼いてあげるから。無数の戦場をかけ、無数の別れを体験してきた私が背負ってるのは、数えきれないほどの希望と意志だ。指揮官も、すべてを背負っていく覚悟ができているのか。そうか。なら、命の果てまで一緒に歩もう。指揮官のためなら、もう一度鬼になってもいいと思ったのに、こんなに指揮官に大切にされたら、ラフィーにそういう機会はもうないかも。指揮官、がっかりした？指揮官が狙ってた獲物って私だったか？ちょっと悔しいけど。まあ、いいか。指揮官になら捕まえられても構わないぜ。とにかく、これからもよろしくな、指揮官。指揮官、私はバカじゃないよ。偽物でからかわないでよ。え？本物？それはつまり、指揮官の気持ちも本物？はぎゅん！この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは、今後私に任せてくれ。誰が来ようが、私と指揮官の妹たちは一人たりとも傷つけはさせん。バラはどんな名前で呼んでも同じように甘く香ります。私もそう。オーロラでも、暁の女神でも、重慶でも、私であることに変わりありません。はい、あなたのそばにいる私として。これは少々困ったものですね。ご主人様を見守り、たまにはお困りのご様子を見ることができれば満足していましたというのに、こんな大切なちぎりを結んでいただけるなんて、もっとご主人様にご奉仕して、もっとご主人様からのお情けが欲しくなりますもの。そんなに緊張したご様子ですと、レディには心が伝わりませんよ、指揮官様。ですが、あなた様の心ならちゃんと私に伝わりましたわ。フットは喜んでお受けいたします。光はまんべんなく注ぐものですけど、指揮官様にならもう少し差し上げますわ。だってイラストリアス、指揮官様からも大切なものをいただいちゃいますもの。指揮官どうしました？表情を固くして。え？待って、チャベリンの心の準備はまだ。どうしようどうしよう。髪はちょっとボサボサだし、格好も普通だし。指揮官、
ちゃんと一緒に過ごす毎日が記念日です。こんな夢みたいな生活がいつまでも続くといいですね。こんなに大切なもの、ユニコーンで本当にいいの？ユニコーン、頑張れ。だって、お兄ちゃんが大好きだもん。何時って素直じゃないよね。はい。私の甘美なる鮮血を受け入れ、エロイの祝福を受けるよう準備しなさい。契約の時がついに来ました。指揮官よ、我が手を取り、世界を修正して参りましょう。赤木、この日を待ちわびていましたわ。これからは誰であろうとも指揮官様と赤木を別れさせられないの。私のすべてが指揮官様のもの。指揮官様のものはすべて私のものよ。指揮官、これは何にゃ？証の修理が必要かにゃ？よくわからないけど、大切なものなら指揮官の代わりに大事に預かっておくにゃ。あら、指揮官に捕まったわ。むしろ指揮官がついに捕まったのかな。もう逃がさないわよ。安心して、今度こそどんなことがあっても生き延びて指揮官のもとに帰るのです。だって指揮官にはまた会いたいんですもの。指揮官の気持ちはわかりました。これからはずっと私のすべてを指揮官にお預けします。自分が言うのもなんですが、やはりちょっと恥ずかしいですね。これを私に？ふん。強き者は惹かれ合う運命か。それなら、運命と自分の本能に従わせてもらおうか。まさか、指揮官とこんなことになるとは。あなたと長く付き合っていたら、私まで甘い理想を信じるようになってしまった。私をここまで甘くした責任、ちゃんと取ってくれるな？尊敬されるにはまだまだ精進が足りぬぞ。だから、そうなるまでとことん付き合ってあげる。この私でも届かない高みにまで。戦乱の彼方にあるのは、あのすべてを飲み込む光ではなく、お主の温かいぬくもりなら、今の世は、他に何も求めないよ。気持ちを受け取った以上、それに応えるには、確かお食事の支度と非番の日のお付き合い、訓練などの通常業務においてもモチベーションの向上に応じて。ごめんなさい、今少し考え事をしていました。そのまま続けて。ようやく大砲の手に届きましたね。大砲の名前が書いていなければとっくに処分しましたの。ふふふふ。ん？なぜ知ってるかって？大砲、指揮官様のことは全部知っています。これからも指揮官様のこと全部愛してあげますよ。指揮官殿に認められたか。この剣、これからそなたのためだけに振ろう。
これからもよろしく頼む。え？殿様、これを私に？はぁ、足が遅くて短所もいっぱいある私を嫌いにならなくて、しかも、よくしてくれて、私も、殿様が大好き！心からの願いなんだから、この雪風様がありがたく承諾してあげるのだ。特別に、雪風様をお姫様抱っこしてもいいのだぞ。さあ、何を戸惑っているのだ。千載一遇のチャンスなのだぞ。結婚？何それ。じゃあ、これからいつでも指揮官に頭をなでなでしてもらえて、ヘマしても怒られない、美味しいものをいっぱい食べさせてくれる